タディオンよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、キックオフです。危険なタックル。キーパーが壁の枚数を指示しています。グレゴリーヌ、ゴロブコ、合わせた、カット、グレゴリーヌ、スペースを見つけた。おっと、ファールを取られました。これはイエローカードを取られました。ゴロブコ、シェフチェンコ、20分経過。おっと、足がかかった。ゴロブコ、返した、ヘディング、枠から大きく外れています。前が空いた、ルジニこれはチャンスだ。ブロはスペースができている。シュート、スローインです。ルジニ、スローイン、いいボールですよ。ワンツー、ボロベイ、ロドリゲス、前半戦終了です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それでは後半戦開始の笛です。さあ、ここからどう攻める。シュート、ヘッドでつなぐ、
パスだ。シュート。変則したフォーメーションを突き破るドリブル、シュート。ネスマチニー、シュート。ビエイラ、チョマシェチク、バ、おっと旗が上がった。ディフェンスラインの統率が取れてますね。おっと奪った。いいパスが出た。これ入った。ゴール、ブリリアントゴール。待ちに待った先制点が入りました。いい時間帯にゴールを決めましたね。スロー VTR でご覧ください。マルティーニ、彼は本当にリザーブの選手が体を動かしています。スペースを使う。選手の交代です。スクリプニック、ゴロブコ、スクリプニック、これはファールです。アビダル、シュート。レビッツキー、シェフチェンコ、ふわっと上げた。マルティーニ、さあここからどう攻める。これはゴールキック、これは決めて欲しかった。キラーパスになるのか。頭でつないで、ここで試合終了のホイッスル、1点を死守しました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。